こんにちは、しろです。よろしくお願いいたします。ということで、今回は、ウェザエモン。2回目の放浪、超究極、降臨ですね。こちらの、ティア表をね、話していこうかなというふうに思います。前回ね、かなり簡単めな、ウェザエモンが来ていたので、今回かなり期待していたんですけれども、まあ、常設でプレイすることができるだけあって、比較的、まあ、比較的っていうのは結構難しめな、難易度になっていたんじゃないかなと、個人的には思いました。はい。で、それをティア表を今回作っていくんですけれども、まあ、クエストの仕様がですね、結構面白くて、まあ、俺自身、使ってて強いって思ったキャラだったり、あとコメント欄とかで結構強いって言われてたけどみたいな感じのね、これね、今回ちょっとティア表難しくてですね、僕の感性で作ってるんですけど、加速問題、ここ加速ね、これね、人によって邪魔と超強いで結構極端に分かれるタイプのクエストだなと、感じました。で、組み合わせるキャラによってもそれがすごいずれてくるんですよ。これはまあちょっとティア表をね、話しながら、ちょっとやっていくと思うんですけど、今回いろんなキャラの組み合わせで使ったところ、あのね、超スピプラス加速がね、結構事故が俺は多かったんですよね。だから、あの、加速で結構評価を高くしてるキャラっていうのはいるんですけれども、その加速に関しては今回のティア表をまんま参考にするんではなくて、使って自分のパーティーに合うなと思ったら俺のティア表通りに使っていただければなと思います。はい。まあ、仮にね、他のもっと速いやつとか加速日本構成とかでやる場合は、何がやばいかっていうと、今回のクエストってね、貫通タイプになって、で、天使を倒すんですよ。で、天使の回復が6万回復だったかな、6万回復飛んでくるんですけど、それまでダメオで焼け死にまくって、ぜ、ヒットポイントゼロ、ヒットポイントゼロみたいな感じでダメージを受ければ受けるほど火力が上がるステージなので、火力を上げ続けるんですよね。でも、その攻撃して倒せなかったら自分やられちゃいますから、最後に天使を倒すって工程をして、で、戻ってきてボス攻撃ガンガンガンってめちゃくちゃ削って、最後天使のドクロマーク発動して回復がポンと来て回復するみたいな、大ダメージ与えたプラス回復が取れてるっていうのを毎回繰り返していくっていうのが、まあ、理想の攻略方法になってくるんですけれども、その王道攻略でやる場合ですね、加速がやるとどうなるかっていうと、こう行くでしょ、ダメよ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 、加速って速くなって天使倒す、ダメよダメよダメよ、敵攻撃敵攻撃敵攻撃で、ここで本来止まるはずが、加速が1本2本って入ってくると、ここで加速とか拾った時にまだこう動くんですよ。そうするとどういうことが起きるかっていうと、ダメよ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 、天使倒す、ダメよダメよダメよ、で天使のドクロマークがこの辺で発動する、回復する、着地じゃなくて回復する、まだ動いてダメよに触れて死ぬ、これがね、なかなか多いようなクエストだなというふうに感じました。加速を2体入れたパターンと1体入れたパターンで両方やったんですけど、はい、両方プレイしてきたんですけれども、加速には個人的に過剰に感じちゃったところですね。組み合わせるキャラが特に超スピード型だったりすると、その事故がね、すごい起こりやすいかなと。で、今回三落がそうになってきますので、ちょっと事故が起きちゃったりすることがありますので、そこはちょっと気をつけてほしいなって思いました。はい。じゃあ今の話を踏まえて、まあ、それぐらいの熱量で加速のことを評価しながら話していこうかなと思います。では今回2パターンに分けます。埋水、アンチワープ、アンチブロックの今回出てくるギミック全てに対応している。まあ、ダメをね、自分でダメージを受けるようなんで対応しない方がいいんですけれども、地雷ワープ、ブロックを全て持ってるキャラのティア表をまず見ていきます。こちら。こんな感じです。結構最後まで悩みましたね。はい。で、まあ、先っちょの静止ちゃんだけ使ってない。はい。これちょっとごめん、最後気づいて。コメントでくれてる人がいたんですよね。ティア表作った後に、結構ライブとか動画のコメント、俺のね、ライブした時のコメントとかを見て、あ、そういうキャラもいるんだっていうキャラをね、載せてくれてる人がいっぱいいるんですよ。なんで、最後すり合わせるかのように、それを見て抜けがないかっていうのを確認したりするんですけど、静止ちゃんが今回抜けてましたね。はい。申し訳ない。これはね、弱点キラーあって、回復 M でちょっと回復もできて、で、大号令説で加速でさらに爆発友情も持ったりするんで、かなりね、人によっては有能な、キャラクターになってますので、すいません、ここちょっと使い漏れてますが、おそらくちゃんと使ったらティア2まで上がってくる可能性はあるっていうキャラになってますね。はい。じゃあティア1からいつも通り見ていきます。はい。今回は2強三落アビス、この2体じゃないかなと、個人的には感じました、使ったところ。はい。まあ、圧倒的三落の方が強いです。だからティアを上げろって言ったら三落ティア1、アビスティア2ぐらいにしてもいいと思うんですけど、まあ、今回あえて、アビスは上に上げさせていただきました。はい。じゃあまず三落から。まあ、三落はもう文句ないね。ファーストキラー M。 はい。そして超スピード型で、今回スピードがすごい重要なクエストになってきますから、超スピード型で足も速いと。さっき言った通り、ダメージを受けて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 貫通になって、で、その後天使を倒しながらボスを攻撃するみたいな過程が必要なので、行って帰ってきてみたいなのをね、すごいいっぱいやるんですよ。うん。で、
ダメージスモックに一回触れに行って回復しながら、ね、ヒーリングオールで回復しながら、敵を殴るって時もさ、敵ヒーリングオール、敵ヒーリングオールの回数がやっぱスピードが速い方が、いっぱい行えるでしょ。なんでヒットポイントの回復もすごい取りやすいんですよね。なんで結構スピードが命。はい、変にキラーとか持ってるならスピードが速くてより多くダメージオールに触れられるって方が火力が上げられるステージになりますので、スピードが本当に命なんですよね。はい、そこ全て満たしているのが三楽で、加えて三楽の SS に関しては弱点露出プラス最後にクレセントボーパルで追い打ちという SS になっていると思うんですけど、このクレセントボーパルで追い打ちって部分が直殴りの部分もあるんだよね。で、この直殴りの部分にダメージオールで10中して上げた倍率っていうのが乗ってきますから、それがズドンと入って、ボス2からワンパンとかも余裕でできたりします。はい。これがまあめちゃくちゃ強かったですね。特にね、ボス2に関してはね、今回ちょっと三楽を際立てるためにね、ダメージオールに10中しながら三楽の追撃でワンパンしてね、みたいな構成になってるんですよ。そもそもね、ファーストキラーも入れやすいですし、天使もその打ちやすいような感じの配置にしてくれてますし、かなりね、その三楽を使って、気持ちよくなってねみたいなステージが用意されてますので、まあ圧倒的三楽が今回は強かったかなというふうに感じました。はい。で、まあ時点のアビスなんですけれども、あとちょっと三楽一個だけ話しとこうか。三楽の SS についてなんですけど、ごめん間違ったら申し訳ない、こう俺は判断してるんですけど、 SS を打つ自強化します、止まります、ヒットポイントが減ります、クレセントボーパルを打ちますの4段階だと考えてほしいんですけど、走る、止まる、ヒットポイントが減る、クレセントボーパルね。で、このクレセントボーパルって打った時のダメージは直殴りの部分と割合の部分っていうのがあるんですけど、この直殴りの部分って部分にダメージ10の部分が乗ってきます。で、最後のクレセントボーパルの一部にある割合の部分ですね、この割合の数値の部分っていうのが止まるって時に、止まった時のヒットポイントの、減ってれば減ってるほど割合の数値が高くなるって SS です。今日ね、ライブが始まる時にね、なんか三楽の SS 追撃、自傷ダメージ乗らないんですよみたいなことを言ってる方がすごい多くいたんですよね。なんで一応そのね、話を踏まえて、ここでちょっとお話ししておきます。なんで問題なく今回直殴りの追撃のところはしっかりダメージ入りますんで、めちゃ強いになります。ただ自分でこのウィーンってヒットポイントを3分の1にする、これ自傷ダメージにはなりませんので、ここだけ気をつけてください。まあ、ただこれが自傷ダメージになろうがならないが、止まった時に判断されて止まった後に減るんで、ここ別に割合関係ないんですよね、そもそもね。うん、なんでそんなに気にしなくて OK です。三楽最強です。最強。では次、アビス。結構意外でしたね。コメントで結構来たんですよ、アビス。だから真っ先にライブが終わって一発目に使ったキャラだったんですけど、確かに強い。強いね。てかなんかね、殴りがめちゃ強いんですよね。本当に強い。ただただ強いですね。僕、ライブ中に使った貫通タイプっていうと、カット。追いカットだけだったんですけれども、アビスになってからマジ強いですね、こいつ。うん、なんかアビスは何なんですか、こいつは。もうずっとだよ。もうかなり昔のキャラですからね、限定キャラで。もうずっと活躍し続けてますね。やっぱり属性キラーってのと、スリヌキ SS の使いやすさって部分。あとは、コースピアップっていうね、友情コンボの強さ。ここがね、やっぱりね、全部合わさるんでね、めっちゃくちゃ顔出しますよね、本当にね。特に相手が光属性の時に関しては、アビリティさえ合ってれば全部入ってんじゃねえかってぐらい活躍がありますね。今のトップクラスのね、キャラたちと比べてもね、本当に強いキャラだなと、感じることが多いですね。うん、アビスですね。はい。で、何が強かったかっていうと、まあ、まず殴りと加速です。加速強かったっすね。はい。で、まあ、さっき言った通り、その加速を入れすぎは良くないんですよ。一回ね、ほら、アビスと、まあ、ちょっと先言っちゃうんですけど、キラヤマトを、使いまして一緒に。その時にね、一緒にフレンド枠で使ったのが三楽だったかな、多分。三楽だったものが超スピのキャラだったんだよね。あ、違うわ。キラヤマト自身だ。うん。とかが、まあ、そのやっぱスピードがもともと速いキャラが加速拾って誘発もしてとかやっちゃったりすると、だからめちゃくちゃなスピードになって、ダメージオールで削りまくった、天使倒した、戻ってきた、ボスを攻撃する。で、天使の回復。この後にもう一回ダメを触れて死ぬっていうね、一発ギャグをかますことがすごい多い。うん、だから、元々、その加速がない構成でやってる人の、そのスピードの慣れ感。今日俺ライブ中加速一回も使ってないのね。だから、加速のその感覚じゃなくて、加速がない時の感覚で角度を決めたから、その角度で打ったりすると、やっぱすごい事故が多かった。ですよね。なんで、自分で使ってみて感覚がどうかっていうのをちゃんと判断してから使ってみてほしいっていうのは間違いないんだけど、アビスは強い。
アービスは強いね。特にスワビアンチブロックとかの組み合わせだったらもっと強いんじゃないかなというふうに感じました。まあそれだけその殴りの部分ってのと加速の部分の恩恵ってのが強かった。アービスのいいところはね、加速だけじゃないってのが強かったね。加速だけだったら、まあ他のキャラで火力を補ったり、もう一旦火力出せるキャラ入れたらいいなってなるんだけど、自分のターンはしっかり火力出しますから、はい。価値の処理っていうターンにぶつかりさえしなければ、アビスはティア1と言っても過言じゃないような性能だったんじゃないかなと、今回感じました。ただね、ごめん。今回、ウェザイモン自体がすごい一プレイ一プレイに時間がかかっちゃいまして、一回しか使ってないんですよね、アビス。うん。なんで、もう半分エアプみたいなもんだから、これだけほんと申し訳ない。いつものティア表だったらね、フレンド枠とかね、結構上からランダムで使ったりしてって、何回か使うってキャラが多いんですけど、今回ね、マジで申し訳ない。本当にね、時間がかかっちゃって、一回しか使えてないんで、申し訳ないですけど、アビス。まあ、でも俺今使った感じだとティア1でいいなって感じでした。はい、じゃあ次、ティア2。3体ね。まず、サヨグラ。はい。まあ、これ、アビス同様、加速を持ってる。まあ、加速を持ってるって言うのは、アクセラレーター SS で、アクセラレーターにすることができるんだけど、多いな。スピードアップする見方が多い。多いな、これはな。なんで、ちょっとそこがストレスに感じちゃったかなってところと、あとは、まあ、強いところで言うと、超アンチワープのところと、バイタルキラーってので、意外とね、そのなんか、ザ・殴りキャラっていうイメージはないのに、結構出してくれるっすね。超埋水とかは俺、あんまり、イメージは、なかったかな、使ってる時はね。うん。で、弱点が、まあ、その、加速しすぎるっていう弱点が一つと、あとはバリアだね。バリア。うん。ダメージオールのステージだったら、何回か触れるとすぐ壊れてくれるから全然気にならなかったんですけど、ダメージスモックのところだと、最初の1、2ターン目ダメージスモックで、結構重要な役割をしなきゃいけないみたいな時に、サヨグラが、ターン回ってきちゃったりすると、もうそのね、バリアでダメスモをね、一回無効化しちゃうんですよ。はい。これが若干ストレスに感じたかなっていうので、ティア2にしております。あとは、アンチブロックがスワビになっちゃってるんで、たまにね、アンチブロックを外して保管したいな、みたいなシーンがあるのが、対応できなかったとこぐらいかな。まあ、ただ、それじゃあね、そんなに気になんない。うん、そんな気になんない。敵との間でカンカンすればいいし、で、だったらもう回復のルート取ればいいし、なんで、あんま気にならなかったんですけど、一応言っておくと、アンチブロックスワビってとこですね。まあ、逆に号令とかと組み合わせると、そっちの方が良かったりもするんで、まあ、一長一短ありますね。はい。まあ、これがサヨグラです。次、ローザ。ローザ強かった。めっちゃ強かったですね、今回。はい。まあ、とにかく、まあ、超ワープと弱点キラーか。で、火力の部分はしっかり、出すことができまして。一応ね、回復 M 持ってるんですよ。さっきも誰かの時言ったよね。あ、あれだ、戦士ちゃんだ。回復 M はね、もう、あんま考えなくていい。うん。なんか強そうに感じるじゃん、今回。ダメージも大きいし、自分で自傷ダメージっていうのがあるから、どんどん食らっていくねって思って、じゃあ回復 M だったら強くないってなるんだけど、だいたいね、ダメオでね、めっちゃ食らってるってフェーズの時に回復 M 発動しちゃって、意味ないことになっちゃうってことが多かったから、回復 M はそんなに意識しなくていいかな。で、ローザの一番強いところは、火力と回復とかではなくて、弱点ロス。これがね、強いっすね。8ターンで打てるんで、魚2体のループのところとか、あれ弱点出すのめっちゃ強かった。うん。しかも8ターンだから結構気軽に打てますし。はい。で、まあ結構難しめであるラスゲのボス削りっていうところも、どっちにはまりたいかって悩むんですけど、そのはまるところどっちでも良くなるんですよね。ローザだったら。弱点ロスのまま入れるんで。あれもすごい強かったかなと思いましたね。はい。なんで今回ね、弱点を出すっていうのが、やっぱ三楽に取り入れられてる部分になりますので、そのかけらとしてそこを持ってる奴らは、根こそぎ、活躍ができたんじゃないかなと思いましたね。はい。では次、モンタナ。はい。モンタナはね、ごめん、これね、俺 SS 打たなかったんですよね。なんでかっていうと、ラスゲで打とうと思ったら、なんか 4P スタートとかになっちゃって、開幕じゃなかったんですよ。なんで、敵が少ない時のモンタナの、SS 打つ時のもったいない感がすごいんで、ちゃんと調整できればもうちょっと強いかもしれない。うん。遅延がね、とんでもない量入りますんで。はい。ただまあ、モンタナもね、結構その種族キラーをいっぱい持ってるっていうイメージが強いと思うんだけど、普通にカウンターキラーだけでも戦えってなっていう印象があります。てかね、もうね、そもそもキラーなんて 1.5 倍とかじゃないですか。もうそんなのね、気にならないぐらい、自傷ダメージでの上がる倍率が高いので、キラーがちょっとこいつの方にこっちの方が少ないなとかはそこまで気にならなかったですね、個人的には。キラー ML とかになってくると話は違うんですけど、等倍キラー、まあまあ、無印キラーか。1.5 倍のキラーに関しては、あってもなくても、正直ダメ物触れた回数1回多いとかで超えちゃうと思うんで、あんま気にならなかった。
普通に使っててモンタナも火力出せるなって感じましたんで、はい、まあ使い方次第になってくるのかな。ラスゲにその SS をね開幕ターンで合わせてあげるとか、そういうのを気をつけてればめちゃくちゃ強いと思いますね。ただ SS は自分が自強化とかで動くことができませんので、そのターンに結構大事なことをやらなきゃいけないってターンに関してはちょっと動かないっていうのがデメリットになっちゃうから気をつけた方がいいね。はい、では次、ドン、アケミホムラじゃない、間違えました、ティア3、はい、2体アケミホムラとコウヒコです。はい、まあアケミホムラに関しては、俺初回で使ったんですよね、あのライブの時にね。でそれ以降使ってません。はい、なんで申し訳ない。使った後に自分のライブとかも見直して、アケミホムラどんぐらいかなっていう評価なんでここに置いたんですけど、まあ特別火力が大きく高いってわけでもないんですが、遅延 SS が強かったっすかね。はい、僕はライブでラスゲに打ったんですけれども、まあそのね今回のクエストね、つまり自分で食らって最後回復して、そのやりながら殴るよねっていうクエストなんだけど、その攻撃フェーズが終わった後にもちろん敵のターンがやってくるじゃないですか。はい。で、敵に強調攻撃がありまして、その強調攻撃の攻撃が結構痛いんですよね。当たり方次第ではね。中ボスのレーザーが痛かったり、はい、キリンのレーザーだったり、もうウェザエモンのなんか、斬撃系のやつだったりが全部痛かったりとかするんだけど、それをね、そもそも気にしなくていいんですよ。うん。その強調攻撃が来る前のターンって、ちょっとギャンブルしてヒットポイントが減った状態になっちゃうと、その強調攻撃でやられちゃうんだよね。で、それを遅延できるんで、結構こっちが一方的に最初の方を殴ることができるってのが続きます。はい。なので、まあその遅延が雑に強い。ってので、ティア3に入れてます。はい。で、次もう一体、コウヒコ。コウヒコびっくりしたね。結構火力出した。うん。まあ超アップカウンターキラーがあるからってのもあるかもしれないんですけど、結構火力出したなと、俺は思いましたね。俺カウンターキラーあんま乗ってなかったと思うんですけどね。なんか結構出た。うん。だから多分ダメ男とかに触れるのが大事なんだろうね。はい。で、あとは、まあ、号令エッセンスってところと、まあ、加速と組み合わせるんであれば、友情が爆発だったりするので、そこが強いところになるかなと思いますね。まあ、俺バカなんで、爆発友情だってことを忘れてね、加速と組まなかったんですけれども、加速と組んだりしたらもっといい味出すと思いますね。はい。で、こいつも一応、スワビブロックになりますので、お気をつけください。はい。で、最後使ってないけど、さっき言った静止ちゃんって感じだね。はい。まあ、ちょっと今回はね、自信ないですね。まあ、自信ないっていう言い方もあれなんですけど、まあ、その人の使い方だから、その人のどういう風に加速を使うか、加速のあのスピード感が自分に合ってるか次第にはなってくると思うんですけど、とにかく言えるのは3択がティア1は間違いない。間違いない。で、アビスティア1も加速が強いって感じた人は間違いないと思うんだよね。はい。これ以降は、まあちょっと今回ね、試行回数も少ないっていうのがあって、若干自信がないってぐらいですね。はい。では次、今回ですね、アンチワープ、地雷、ブロックが、まあ一応必須級のあれになってまして、で、ダメージオールは自分でダメージを受けるように用意されたものになるんだけど、地雷外せます。地雷の倍率がアップとかではないので、地雷を持って殴れって工程もないですし、地雷が床に巻かれる式じゃなくて、味方にくっつけてくる式の地雷になるんですよね。はい。で、それ起爆までが4ターンとかなり長いターン数になりますので、他のマインスイーパー持ちで十分回収するタイミングがあります。なので、1から2体に関しては、マインスイーパーなしのキャラを入れても全然大丈夫だと思います。はい。なので、アンチワープ、アンチブロックのみのキャラクターが今回活躍の幅を与えられてるんですね。はい。じゃあそちらのティア表を見ていきましょう。ワープブロックのティア表、こんな感じ。はい。まあ、これはちょっとね、三楽とかとは同率に考えないでほしいですね。同じティア1ではありますけれども、メモリーと三楽どっち使うって言ったら三楽になりますんで、そこは気をつけてください。はい。あくまで、ワープブロックの中のティア表だと思ってね。はい。じゃあまずメモリーですね。メモリー強かったっすね。メモリーね、なんかライブで来てたんだけど、いやいや、アンダメあるからダメージ受けれねえやんって思ったんですが、普通に強い。普通に強いです。めちゃくちゃ強かったね。特にダメスモのステージ。うん。で、今回ね、結構やってて、メモリー使ってて思ったのが、いやー、超アンチダメージオールあるから、アンチダメージオールを無効化しちゃって、ね、自傷ダメージが受けられないから、いや、火力上げられないでしょって思っていたんですが、案外、アンチダメージオール、まあ、ダメージオールを使って自傷して、削っていくっていうステージ、難しいステージがない。中ボスのウェザエモン戦は結構難しいんですけど、メモリーがいると。はい。なんですけど、ボス戦入ってからは、ダメージオールが出て、ダメージオールに触れて攻撃してねっていうところが、ボス2なんですよね。はい。で、あそこに関しては、正直、どんなキャラでも結構配置とかも優しいステージなので、支障がない。どちらかというと、ダメージスモックで、ダメージを受けて攻撃していくステージに難しめのマップが振り分けられてるんですよね。で、メモリーに関しては、ダメオは無効にしちゃうけど、ダメスモはしっかり受けれるキャラになりますので、あんま気にならないで強かったです。はい。まあ当然だよね。もともと、
渾身っていうね、ゲージを入れるだけで3倍になるってアビリティ持ってて、ただスピードがクソみたいに下がるんですけど、はい。で、アビリティ持ってて、で、超スピード型に解放できますので、壁に触れたらさらにそこで加速するっていうので、渾身っていうね、デメリットを打ち消すことができるっていうね、自己完結型のキャラ。それに超アンチワープ乗ってきまして、かつ殴ってれば勝手にヒットポイントがどんどん回復するドレインがありますと。最強です。これめっちゃ強かったね。ちょっと舐めてました。あ、コメントでいっぱい来てたけど、うん、まあダメ終わるからって思ってたけど、いや、クッソ強い。うん。ただね、一個だけ気をつけてほしい。俺が使ってる時は事故なかったんですけど、一応優勝コンボに睡眠弾という友情を持ってまして、これで寝かせる敵が何かによっては詰んだりするんで、はい。回復すると思ったら寝てたから回復が飛んでこなかったとか、はい。呼び出しなかったとかね。まあ結構いろいろ事故っちゃったりすることあると思うから、睡眠弾は気をつけてほしいですね。はい。それ以外は完璧です。はい。で、次、ティアワンもう一体、キラヤマト。はい。いや、キラヤマト強いね。相変わらずね。めちゃ強でございました。正直ね、火力だけのとこで言ったらメモリーと圧倒的差があって、メモリー圧倒的優勢なんですけれども、やっぱサポートの部分ですごい強かったかなって思います。うん。で、やっぱキラーとかがなかったとしても、もう超スピード型になってますので、結局ダメオに触れられる回数だったり、移動速度がね、バランス型とかね、砲撃型のキャラに比べて、はるかに大きい部分になりますので、しっかり火力上げれます。うん。なんでめっちゃ強かったっす。ほんと強かった。うん。ちゃんと火力も出せるなーってのも思いましたし、まあ、超ワープとパワーモードあるからってのもありますけどね。はい。でも出しましたし、加速でサポートできますし、SS も強いし、で、文句なかったかなと思いますね。あとね、地味にね、キラヤマト使って思ったのは、レザースト。超レーザーストップ M。あれがね、中ボス戦とかで役に立ったかなっていうイメージ。あ、中ボスだったよな。うん。なんか、すごい飛んでくる、レーザーが飛んでくるとかね。あそこですごい役に立ったっていうイメージがあった。あ、なんか、やべえ、ちょっと結構食らっちゃいそうみたいな時に、なんか、あんま食らわなかったみたいなのが、キラヤマトのおかげだみたいになったシーンがありましたね。強かったね。はい。じゃあ次、ティア2行きましょう。こんな感じ。時藤無一郎、エンベズラー。この2体かなと思います。はい。まあ、時藤無一郎とエンベズラーに関しては、まあ、時藤からいきましょうか。時藤はね、コメントで1件だけ来てて、超アンチワープとファーストキラーからエクリアされます SS だよね。ズバン、一線系ですね。まあ、一撃弱点にズドーン系なんですけれども、めっちゃ強かった。めっちゃ強かったですね。まあ、本当に強い。本当に強いです。だから3楽いなくて、でもワンパンしたいみたいな人は、マジ多分無一郎一択ってレベルで強かった。これギリギリまでティア1に入れてたんですけれども、俺ワンパンできなかったんですよね。あとね、舐め腐ってるんで、紋章つけてなかったんですよ。それでも、ラスゲの半分以上ぐらいまでは飛んでたんで、あ、ダメを、あれだよ。縦勘で、こう行って、ファーストキラー乗っけて、こう左にずれてって、ダメをジュッジュッジュッやったら途中で入れまして、あ、違う、ボスの最後のとこで入れましたのかな、角っこのとこで。こう行って、ここで入れ番して、なんか、こんなんなって、ここ行って、みたいな感じになって、あんまりダメオに触れられなかったんですけど、いや、それでもそんぐらい飛ばしてたから、めっちゃ強かったですね。うん、めちゃ強だった、時藤無一郎。これでも結構、多分、ガチガチにしたら余裕でワンパンまで持っていけるんじゃないかなと思いますので、持ってる方はね、ここで採用するのもありだと思いましたね。はい。ただ、まあ弱点としては地雷がやっぱないところと、道中ね、そんなに強いって感じなかったんだよな。まあこれは俺の使い方だと思うんだけど、さっきまで言ってた他のキャラとね、キラー倍率とかもそんなに大きく変わるキャラではないですから、はい、使い方だと思うんですけど、まあ特別それ以外に長所がなかったかなって感じかな。うん。なんでティア2に下げたって感じなんですけど、まあ、正直ティア1でもいいかな。時藤に関してはね。うん。申し訳ない。これ今ティア2になっちゃってるんですけど。はい。じゃあ次、エンベズラ。エンベズラめっちゃ強い。最後にいつも降臨枠っていうのをやるかやらないか決めるんですけど、まあ、なかなかの難易度だったんで、今回は降臨枠っていうのをなくそうって思ったんですが、そのリストアップしてる時にエンベズラだけは普通に強くねっつってエンベズラ使ったんですよ。マジ強い。マジ強い。これマジで変なガチャゲン入れんなら絶対エンベズラ入れた方がいいってぐらいエンベズラが強い。めっちゃ強です。超ワープ。で、さっき、キラヤマトの時に言ってた、超レーザーストップも一応持っていて、ウォールブースト。うん。で、超スピード型解放できますと。はい。で、ストライクショットがバリ強くて、弱点ロス強化なんですよ。はい。ただね、SS がすごい重いんで、何回もポンポン打てる感じじゃないんで、ローザには劣っちゃうと思うんですけれども、めちゃ強いです。マジで強いですね。やっぱラスゲーとかに使いたいですね。弱点ロスプラス強化っていうのをやるだけでラスゲー多分ね、割と斜めに適当に打ってもハマってポーン倒したりっていうのがあったりするステージなんで、うん、ロス強化は本当に大きいですね。めちゃ強い。でね、こいつショットスキルとアシストスキルもかなり優秀なんですよ。ショットスキル、壁3個触れれば、加速する。はい。クソですね。やばいですね。お手軽加速すぎる。本当に。まあ、ただね、そのさっきも言った通り、加速系しすぎちゃいますと、事故ったりするので、そことの相談にはなりますけれども。あと、意外とね、火
壁サンフレできねえみたいなシーンも多々あったんで、うん、多々あった、多々は言い過ぎかな、マップによってはあったんで、そこ気をつけてほしいところかな。はい、まあでもそれ以外はもう本当完璧だったと思いますね。はい、で、アシストも一応、ゲージショットのあるキャラが攻撃力 10% 上がりますので、ちょっとワンパン足んねえなみたいなところがね、補えるんじゃないかなと思いますね。まあ純粋に強いよね。うん、ゲージショット 10% アップって。だって攻撃力3万のキャラが、動撃 L もらってるみたいなもんですから、ね、めちゃくちゃ強いですよね。はい。で、あとギア3。一応使ったけど、入れるか迷ったキャラ、こちら。機長。これね、レーザーバリアキラー M 持ってるんですよ。で、ボス戦で、俺ライブやってる時に、レーザーバリアがチラチラ出てきたなっていうのを覚えてて、言ったんですけど、何あれついたり消えたり。レザバリすごい忙しくなかった。なんか俺がやった時そうだったんだよな。気のせいかな。いやでもなんか、機長が回ってくると毎回レザバリなくて、なんだこれってなって。うん、だからレザバリキラーはね、そんな大きく期待はしなくていいかなと思いますね。ただ SS は強かったよ。ちゃんと弱点ロスが早い段階で打てますし、自分が超 SS 短縮持ってるんで、しっかりね、その弱点ロス役っていうので、活躍することもできましたので、そこはもう文句なく強かったんですけど、ティア2は上がらないかなってぐらいの性能でした。はい。こんな感じですね。まあ、もっとちゃんとした時に使えばもっと強かったかもしれないね。ティア2上がってもいいかもしれないね。うん。まあちょっと、ここは曖昧です。はい。で、最後使ってないキャラ。はい。これもね、その他の時にリストアップしてて出てきたキャラですね。アイちゃん。はい。使ってないですけど、強そうだなって見てました。はい。アンチワープの、超ワープか。超ワープの全属性キラー M。うん。で、ノーダメヒールがあったり、まあバリア付与があるのか。バリア付与があるんで、ちょっと、ダメスも一回向こうみたいな付与しちゃうから邪魔になっちゃうこともあるかもしんないんだけど、まあ、ノーダメヒールうまくやったらクエスト的にワンチャンあんのかなってとこだったり、まあ、純粋にキラー倍率が高いんで使ったら強そうだなってところですね。あとは SS がちょっと邪魔かな。無敵、ヒットポイント回復、バフ遅延。いや、いいことしか言ってないですよ。いいことしか言ってないんですけど、今回に限っては無敵がマジで邪魔になるんで、うん、まあ、そこがちょっときついところかな。うん、まあ、それぐらいかな。うん、だと思います。はい、てな感じで、私今回はですね、とても満足しております。めっちゃかっこよかったですね。SS むっちゃかっこよかったですね。倒した後に使ってみるとかもやったんですけど、マジでかっこよかった。俺も大満足ですよ。本当に。なんでね、ちょっとぜひ手に入れて使ってみていただきたいですね。で、ちなみに今回、手に入れるだけだったら、今回来てるスキルガーデナーで手に入れたスキル、使って大丈夫です。はい、なので、今言ったティア表のキャラ、プラス、スキルガーデナーの、SS 全開だったり、ね、あとは、攻撃強化だったりとか、あの辺詰めば、しっかり勝つことはできるんじゃないかなと思いますので、できる限り頑張っていただければなと思います。みんなに、ウェザエモンが届きますように、願っております。いやー、本当にね。はい。ということで、今回、まあ、結構、難易度がちょっと難しめだったんで、まあ、ティアの下の方のキャラ使ってるやつらの時に、結構時間かかっちゃってまして、はい。いつもよりね、説得力がないような解説になってしまったかもしれないんですけれども、まあ、もしね、もっとがっつり使ったよって方だったり、このキャラも強かったよみたいなのあったら、まあ、いつも以上に、そこにね、アドバイスいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。よかったらね、最後にチャンネル登録、高評価もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。